ウイニングチケット来た、ウイニングチケット、ウイニングチケットがぐんぐん来た。あとは桜千歳王と1番の成田大臣が追い込んでくる。成田大臣大外を回りまして前進座、さあセリアに入った。先頭はウイニングチケット、岩早秀がインコース、岩早でインコース、懸命に外を回りまして成田大臣が追い込んできた。成田大臣ウイニングチケット、岩早で3強の競り合い。最高の騎乗で悲願の初制覇、全ての騎手が夢に見ますダービージョッキーなんですが、それまでダービーに騎乗すること18回、トップジョッキーでありながらなかなか勝てなかった柴田正人騎手にとって、平成5年のウイニングチケット、これはまさに千載一遇のチャンスに見えました。なんとか夢を成就させたいと、そのダービーは多くのファンが願ってウィニングチケットを一番人気にしていたような気がいたします。まあ、そこまではクラシック戦線はちょっと欠出馬不在という状況が続いていたんですが、弥生賞で柴田正人騎手のウィニングチケットが勝ちますと様相ががらり一変いたしまして、これに暮れのラジオ短波杯を勝った成田大臣が出ていたんですが、それを実は破ったウィニングチケットは評価がぐんと上がりました。それから3歳児ナンバーワンの活躍した琵琶早秀という馬がおりましたが、年明け若葉ステークスを勝っておりまして、これもかなりこのウイニングチケットに迫る勢いでした。そしてもう一頭が皐月賞で逆転勝利を収めた成田大臣だったんですね。でこの3頭が言ってみれば三強という形になりまして、ダービーに向かっておりました。当日は1番人気がウイニングチケット、そして2番人気が琵琶早秀、3番人気は成田大臣でした。このダービーを勝ったらジョッキーを辞めてもいいと語っていた固い決意で臨む柴田正人騎手、どんな手綱さばきだったんだか再現してみたいと思います。18頭がゲートに収まりました。針に離れてスタートしました。成田大臣も好スタートを見せました。アンバーライオン、道島無敵、あるいは舞心山、アイダガレオン、そして中央からは今ペガサスが出てまいります。ペガサス、アンバーライオン、ペガサス、道島無敵、その後舞心山4番手、5番手三栄ビットとガレオンが並んでいる。後には琵琶早秀がちょうど7番手ぐらい中段です。そのうちには桜千歳王がつけました。外を回りまして、あとは大隅ポイント、ウイニングチケットは馬群のやや後方のインコースです。ちょっと1頭落馬しております。1頭落は空馬が走っています。今最後方は1番の成田大臣ということになりました。これから第2コーナーを変わって向こう上面に向かいます。さあ先頭はアンバーライオンです。アンバーライオンリードはちょうど開いています。アンバーライオン先頭で第2コーナーをカーブしていった。2番手には道島無敵、その後ペガサスとうちの桜千歳王が並んでいます。あと下がってガレオンがちょうど5番手、6番手舞心山、7番手ビアハヤヒでインコース、外にはシクレノンシェリフがつけています。中段の外、あとはステージジャンプ、その後ウイニングチケット、そして大隅ポイント、下がりまして、あとその後ろはテイエムハリケーンの体制になりました。後方集団です。三栄キット、三栄キット、辻ユートピアン、あとは後ろだいぶ遅れましてラリーカップがおりますが、さあ後ろから2投目、後ろから2投目、成田大臣が上がっていきました。馬群はこれから3コーナーを下っていきます。3コーナーを下っていきます。アンバーライオン5馬身のリード、道島無敵が2番手です。ややスローペースです。3番手はペガサスですが、4番手は桜千歳王という体制。さあ遠いグループから舞心山、舞心山、舞心山、ガレオンなど桜千歳王など1軍です。一番インコースにウイニングチケット、ウイニングチケットです。さあ後方から中段まで今1番の成田大臣が追い出しにかかりました。さあペースが速くなって第4コーナーをカーブします。今直線に向いた、さあアンバーライオンが飛ばしている、アンバーライオンが飛ばしている。外を回りまして懸命にガレオンが押している。ガレオン、桜千歳をウイニングチケット来た、ウイニングチケット、ウイニングチケットがぐんぐん来た。今先頭のアンバーライオンを捉えにかかりました。あとは桜千歳王と1番の成田大臣が追い込んでくる。成田大臣大外を回りまして舞心山、さあセリナに入った。先頭はウイニングチケット、岩早秀がインコース、岩早でインコース、懸命に外を回りまして成田大臣が追い込んできた。成田大臣ウイニングチケット、岩早で3強の競り合い。
手、悲願のダービー制覇。内粘る岩早秀、外追いすがる成田大進、見事なデッドヒートでした。堂々と柴田正人騎手、柴田正人騎手、悲願のダービー制覇です。スタンドからは正人コールが飛び上がり、湧き上がりました。ダービー19回目の騎乗です。ダービーを勝ちたい、ダービーを勝ちたい、その1年で執念を持ってこのダービーに臨みました柴田正人騎手。堂々と堂々と後位からの追い込みを決めました。返し馬から馬がすごく落ち着いていて、なんか心強く感じていたと柴田正人騎手は語っていたんですけれども、ウィーニングチケットが内から一旦は並びかけてきた岡部幸男騎手の琵琶早秀、それから外から追い込んできた武豊騎手の成田大進との追い比べという形になったんですが、最後の一踏ん張りを見せて見事ウィニングチケットが栄冠を手にしておりました。ウィニングチケットの伊藤裕二調教師は、マサトが最高の騎乗を見せてくれた、私自身初めてのダービーを勝てた感激もあるんだけれども、それよりもマサトがダービーを勝ったことが何よりだったというふうに、なんか人事のようにですね、喜んでおったのが印象に残ります。待望のダービージョッキーになった柴田正人騎手なんですけれども、残り100メートルからが長かった、またそれにここまでも長い道のりだったと、その考えを述べておりました。非常に印象に残ったウィニングチケット、柴田正人騎手優勝のダービーだったんですが、このウィニングチケットのお父さんはトニー・ビンですね。凱旋門賞を勝って、そしてその他合わせて G1 はヨーロッパで6勝を挙げていたんですが、このウィニングチケット世代がですね、最初の3区になりました。そしてこの時ですね、牝馬の方では桜花賞とオークスをベガも勝っておりまして、春のクラシック3勝目というトニー・ビン3区のですね、快挙が非常に光った時でもあり、なおかつこのトニー・ビン3区というのは東京競馬場で非常に強いという印象をこれから深めていく、まあ、そんなことになったんだと思います。成田大進、ウィニングチケット、ビアハエテ、3強の競り合い、さあウィニングチケット先頭、ウィニングチケット、ウィニングチケット、ノーウィン。